ちょうど篠塚さん入った頃はやっぱり王さんと有本さんいらっしゃったんですよね。今やったもん。どうだったですか。口聞けなかったですよ。そうですよね。喋れなかったですよ。やっぱり声かけられるまでは。でオールスター行ってもさ端っこだよな。そうですよね。後ろの端っこでこうずーっと変わってなかったよな。そう。一瞬出られてましたよね。で今見てかワイワイなんかある程度なってからよな。1回目、2回目ぐらいじゃなかなかそういう雰囲気にはならないですよね。それがやっぱり4回目、5回目ぐらいになってから。